お、来ましたね。これが、ゲオさんで15を訳すると手に入るレガリアのシドニーエディションということで、もういきなり色が全部変わって、何ですかこれっていうぐらい派手ですよね。そうなんですよね。元の車の面影なし。黄色じゃねえか。これがですね、今後ろから見てるんですが、当然ドライブ中とかカメラも回せますんで、こうやって横に回っていくとですね、なんとシドニーが いるんですよいるね。ぞ。そういいなんでなっすよて。ね。みんなコメントすんげえ見てる。いいな、楽しそうだね。親父とはな、親父涙目っていうコメントが。そうですね。これだけど、ほら、スクエアニックスアメリカのスタッフもね、この車を欲しがってる人が多かったです。そうですね。人気なんですね、やっぱりシドニーがシドね、すニーご人気くで人す。気。アメリカ、ウエスタンではシンディっていう名前でそうしたそうっけ。そう、シンディエディションが欲しいって言うんで、まあ、日本のゲオで予約すればいいんじゃないかと。そうですね。教えておきました。ちゃんと横だけじゃなくて、ボンネットにもシドニーがいるし、実はこの動画、まあ、飽きたらもうすぐ次に移行ルールなんですけど、もうちょっと見ていただくと、屋根が閉まるんですが、屋根の上にもシドニー。どこから見てもシシドドニー。そしてこれが故障するとシドニーが直さなきゃいけないと。シドニー、ごめん、シドニーの車が壊れました。 なるほどね。面白いね。これまあ動画配信とかにおすすめです。でもファンカがラ多ーリいんングで。だけじゃなくて内装も若干変わってたりするんですよあ、ね。そうですね。色が変わってて、今ちょうどまさに今屋根が出てきております。 シドニー。シドニー。いいですね。俺これマジで欲しいです。これ力入りすぎですよね。しかも急にコメントが増えてる。ああ、本当だ。いたしゃやん。これね、父親の大事な車なんですけどね。レギスのね。いや、これを見て、今この動画を見て、この車しかないと思う方はですね、ぜひゲオさんの予約をしていただきたいという、思います。さあ、次行きましょうか。どんどん行きたいです。次は何かな？僕、順番分かってないんですよね。来ました。また車ですね。さあ、これは何だろこれは俺は分かったな。おっと、色が金色だ。なるほど。チョコボ。チョコボ、ゴールデンチョコボエディションということで、こちらはですね、なんとツタヤさんで予約をすると手に入るチョコボ好きはツタヤさんですと。そうですね。いうことですね。シドニー好きはゲオ、チョコボ好きはツタヤ。でも本気でマジですっごい金色なんですね。黄色でもね、これ別に実際に見ると下品な色じゃないので、すごく高級感もあるしスマートな感じですよ。そうですね。ええ。なんか高い車に見えますね。そうそうそう。これ何層のシェーダーでこんなことやってんのっていうぐらいで、まあコストかけてますよね。そっか、昔テックデモというか、紹介動画みたいなの見たときに、確かに車のコーティング何層までちゃんとやってるんだっあ、そうなんですよ。そうしないとこういう反射と不透明の部分とか出ないらしくてね。ねちねちこのチョコボも作ってました。 なんかどんどん高級になってくるなみたいなね。いや、でもすげえいい感じですよね。本当に嫌味じゃなくてリッチな感じがしますよそう思います。なるほど。金と黒のツートンなんだ。このカラーリングかっこいいんですよ。かっこいいですよね。すごいかっこいいです。なるほど。プロ仕様っぽくて。なるほど。さあ、このゴールデンチョコボエディションが欲しいなっていう方はですね、ぜどひこツで？タヤさんで。なるほど。皆さん、ツタヤです。チョコボはツタヤ。なんか番組収集がちょっと違ってきてるんじゃないかっていだっう気て、もしこまの間す。やらされたのこれだったからそうね。ですね。確かに。さあ、ありがとうございます。さあ、はい。次行きたいと思います。まだまだありますよ。次は何だ？来ました。ゲイボルグ。これはですね、14チームの映像をいただきました。この今、竜騎士が持っている武器、レリック武器がゲイボルグ。そうですね。ちょうど僕もですね、14やってるんですが、どんなに武器の IL が上がってもミラクリで必ずゲイボルグにしている。IL、ミラプリ。わからない方はそのままで結構でございます。さあ、14語ですね。そうですね。そんなゲイボルグがなんと15でノクティスが使うということで。いいじゃないですか、これ。この見せ方すごいわかりやすい。横に回ってる。そう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 。これ欲しいね。そうですね。まあ FF ファンで、特に14のファンはこれすごいいいと思います。そうですね。まあそんな、いや、僕はどうしてもゲームブログなんだっていう方はですね、ぜひ Amazon さんで。これは Amazon さんですね。なるほど。Amazon さんです。皆さん、Amazon さんです。竜騎士になるぜっていう方はですね、ぜひ Amazon さんで予約していただきたいというふうに思います。ちょうどこれはいい尺で終わるんです本当だ、ちょうどいいね。お、次行きましょうか。お、次なんだ、これ楽しみになってきましたね。なんだあ、ろライトルズ。おお。
ということはブレイズエッジですね。うんうん、もうやっぱ HD ゲームだな。来るぞ。13綺麗ですね。うん、綺麗ですね。PS3、うん、なるほど。さあでこのブレイズエッジはどうやったら手に入るんだろうね。さあそれはですね、もうちょっと待っていただきたいな。来、うん、ますよ、はい、来ました。さあノクティスがブレイズエッジを、うん、使うと使います。お、右に出てるのは分かるけど、そうですね、ノクトのが分かんない。ちょっとですね、あの片手剣なんで動きが早くて分かりにくい方もいらっしゃると思います、はい、でこうやってぶっ刺してみる。すげえ分かりやすい。すげえ分かる。これはいい見せ方ですね。まあ、言うてもやっぱりライトさん人気ありますんで、うん、このライトニングさんの武器ブレイズエッジが欲しいという方はですね、セブンイレブン、セブンネットショッピングで予約をしていただければ。セブンイレブンなんですね。あなたも政府軍に入れると。なるほど、はい、ライトニング好きの方、そうあのセブンイレブンです、はい、いいと思います、はい。あ、このテンポがいい、ね、このテンポがいいですね、はい、さあ次行きましょう。テレビショッピング的な感じです、ね、また車来ましたね。これは車はノーマルに一瞬見えたんだけど、うん、そんなわけないですよね、うん、これ青いんで あれですね。あ、なるほどなるほど、そっか、ブルーだから、はい、これはですね、いわゆるリバイアさんエディションと呼んでいるものになります、うん、でこちらはですね、あのいわゆる店舗別特典ではなくて、はい、15のデラックスエディション、キングスグレイブと15がセットになったパック、もしくは、うんうん、アルティメートコレクターズエディション、こちらはちょっともう売り切れになっちゃってると思うんですけども、うんうんうん、デラックスエディションの方を買えばですね、うん、必ずついてくるという、なるほど、ね、特典になっております。これは、うん、オリジナルの面影も残りつつ、そうですね、はい、ちょっとその違うデザインになってるっていうところが、お父さんがあんま激怒しなくて、激怒しないですね。なんならレギスがやっててもおかしくないぐらいの、おかしくないですね、はい、カラーリングですね。あ、でも結構気持ちいいっていうかセンスいいですね。そう思います。あ、なるほど。でデラックスエディションですかこれ。そうですね、これはデラックスエディションについてきます、うん、だからデラックスエディションについてくるので、デラックスエディションを例えばアマゾンさんで買うと、うん、ゲーボルグも当然もらえます。なるほど。ツタヤさんで買うと、うん、あのチョコボエディションも当然もらえます。バフを重ねられると。そういうことです。なるほどね、うまいこと言います。はい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 、すいません、ゲーマーじゃない皆さん。はい、そんな、リバイアさんエディションがデラックスエディションと、うん、なるほどね、何を重ねるかって感じなのね、はい、さあ次行きましょうか、はい、ドキドキするな、何が来るのか、うん、あと何があったっけ。お、あー、なるほど、これは政宗ですね。あー、おなじみのやつ、うん、そうですね、はい、で、あのこの政宗はまあだいたいファイナルファンタジー全体を通じておなじみの武器ということなので、うん、特典のナンバーに紐づくグラフィックではないんですが、うん、まあご覧の通りめちゃめちゃ長いリーチを持った日本刀ということ でこれは予約をすると誰でも、そうなんです、これは、全ての初回版についてくるということになります、うん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 、通常版を買っても手に入りますし、デラックスエディション、うん、コレクターエディションどれを買っても必ず手に入るということになっております。リーチが長いので、はい、その刀の切っ先で切るっていうのがね、うん、すごく気持ちよくて面白いですよ、うん、そうですね、はいはい、ぜひぜひ予約をしてこの政宗を手に入れていただきたいと思います、はい、さあ次は何だろう。おじたん、おお、ないんですか。おお、そうか、ないんですか。いや、これないんじゃないですか。これはあのディシリアから、ディシリアから、綺麗だなと思いました。どんなすごいリマスターなんだろうと思いました。はい、はい、まあ、このあのジタンが使ってた武器明治マッシャーがですね、あ、ちょうど今使ってますけど、まさにノクトもその探検を双剣状態して両手持ちでやってます、ね、うんうんうん、はい、同じですね。そうですね、うん、これはもうスピードを重視した戦い方ができるということで、うん、なるほど、はい、この明治マッシャーが欲しいという方、時短好きの方は手前味噌で申し訳ないんですが、うん、スクエアニクスイーストワー、皆さん、はい、覚えたでしょうか、はいはい、明治マッシャーはイーストワー、なんか多分商売上手ですね。そんなことないです。鍛えられた、なるほど、はい、開発もしろ営業もしろと。今コメント見ててもなかなか明治マッシャー好評みたいですね、はい、あ、じゃあ確かにこれバトルの雰囲気もすごくね合ってるからいいよね、うん、そうですね、はい、なんかジタンの動きとこう違和感ない持ち方だったりしますしね、うん、いいですよね、はい、はい、まだある、まだありますよね、あといくつ、2つある、2つあるそうです。お、さあ行きましょうか、はい、ちょっとみんな疲れてきたかな、はい、次は白いな、あー、これね、あ、なるほどなるほど、はいはい、これはねクールクール言われてましたね、これがクールなんだなっていうね。これはまずですね、はい、カラーリングが白黒のツートンなんですが、はい、その横に描かれているのが15の各キャラクターをドットにしたバージョン、はい、
ピクセルキャラクターエディションね、まあドットエディションですね、うんうん、これでもやっぱりなんかデザインとしてはすごい落ち着いてて安心できる、うん、いいデザインですね。まあ今ドットがクールみたいなんですよね、うん、あの特に北米ですごくクールだと。なんてクールなデザインなんだとウエスタンで大好評。そう、大好評なんです。なるほど、ちゃんとボンネットにもドット絵があしらわれてますよね、うん、そうなんです、はい。さあ、そしてこのピクセルキャラクターエディション、こちらはですね、はいはい、なんとデジタル版を購入するともらえる特典ということで、うんうん、なるほど、はい、ダウンロード版ってことですよね。そうですね、はい、プレイステーションネットワークとか Xbox ライブでデジタル版を購入されるとこれがついてくる、うん、ということになっております。はい、はい、次行きましょうか。次行きましょうか。さあ、ラストです。はい、なんだろう。来ました。なんだろうこれ。暗いすいません、ネットでご覧の皆さん、すいません、暗いです、うんうん、これはですね、はい、あのノクティスのこれ服衣装が変わるで、レックだ、はい、要はお父さんのスーツ、うん、ルシス王の礼服というスーツが手に入るという DLC でございます、はい、うん、これどういう演出なんですか、これ。これね、ちょっとね、これ僕の失敗なんですけど、うん、このガーデラっていうちょっとおしゃれチックな街、はいはい、リゾートのね、行くにはこう清掃チックなスーツがいいだろうと思って、うん、撮ったんですが、うん、見えないです。すいませんでした。頑張ってみますか。すいません、皆さん頑張って見てみてください。反省したので、はい、もうちょっと皆さん我慢していただくと明るいとこに行きます。あ、そうなんですね、はい、じゃあなんでこの動画も持ってきたんですか。直す時間がなかった。なるほど。さあ、まずちょっと先に説明したいんですが、この、はい、ルシス王の礼服というスーツは、ね、全然見えない。デラックスエディション、はい、を買うと手に入る。ほらほら明るくなりましたよ。なこさ、草原に舐めるように見てください皆さん。すごい極端だ。なんで草原でスーツだっていうのが面白いですね。明るい、みんな笑ってますよほら。でもね、この編集したついでにですね、はい、このまま戦ってもらうことにしました。なるほどね、はい、まあ、でも衣装を変えられるっていうこと自体、そうです ね結構た、はい、お楽しみの要素だと思うので、皆さんのニーズがすごく高かったっていうのもありますよね。そうなんですよ、はい、ただね、一体一体衣装作るのすごい大変で、期間がかかるんですよね、うん、なるほど。なのでこれ1個作ったんで、なんとか1個お届けしますみたいな、そんなレベルなので、あの本当に衣装替えを望む方々ね、食いついていただけると嬉しいですね。なるほど、はい、いやでもなかなかお父さんの